吉井守のキャッチアウェイ、今週もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あの先週は野口選手の選手としてのお話をいろいろメインに伺ってまいりましたが、はい、今週はプライベートのお話を伺ってまいりたいと思います。題してタイムショック Q&A 合ってるかなこれはね。合ってる、まあ、多分合ってるでしょう。合ってます、はい、はい。簡単にルールを説明しますと、今からいくつか質問を投げかけますので、それを5秒以内にお答えください、はい、では参ります。1つ目、性格を一言で言うと。ポジティブ。2つ目、趣味やマイブームは。子供と遊ぶこと。3つ目、好きな食べ物は。枝豆。4つ目、特技は。寝つきの速さ。5つ目、最近やった面白いエピソードは。トレーナーの小西さんの話。 OK、 気になりますね。じゃあ6つ目、ここだけはチームの誰にも負けないというところは。サッカーのうまさ。7つ目、もしサッカー選手じゃなかったら。野球選手か、教員。おお。8つ目、あなたにとってのヒーローは。父親。9つ目、いつかやってみたいことは。娘とバージンロード歩く。おお。ではラストです。ここだけの内緒の話。内緒の話むず、いろいろあるな。ありすぎて選べねえ。まあ内緒の話やから言えないところもあるんだけどね。、はい、なるほど、ありがとうございます。結構いろいろ掘りたいのいっぱいあるっすね。ありますね。ありました。あります、あります。やっぱり小西さんの話はちょっともうちょっと一回、はい、温めて温めて、やっぱりここだけはチームの誰にも負けないこのサッカーのうまさっていうのはやっぱりこう誰しもが持っとかないといけないことだと思うんですけど、まあ、それちょっと聞いてみたい。それについて、それについて、あ、意外と感覚タイプなんかもしれないですよ。あ、意外と、はい、まあ、なんか考えてやってるところもあるんですけど、うん、感覚でやってるところも多いなと思って、っていうのもそれこそなんか去年怪我した時に自分がサッカーしてた姿が恋しくなって、はい、そのなんかアプリで自分が今まで出てた試合の映像を見れるんですけど、チームで、はいはい、それでバーって見返してる時になんか自分は結構どっちかって言ったら考えてやってるタイプだなっていうのはあったんですけど、今まで自分の中で、うん、なんか見てみたら、あ、なんかこのプレー感覚やなみたいな、意外と感覚でやってるところもあるんやと思って、そういう気づきは怪我してなかったらなかったかもしれないです。その結構面白かったです、自分の中で。そ、感覚とその考えてるっていうのはその映像を見て、あ、これは感覚やなみたいなって、どういう振り分けてるんですか。例えば相手がこうちょっとパッてきた時にパッて外したりとかはなんかこう見てて、あ、感が意識してないなみたいな、体が勝手に動いてるわみたいなとか結構あって、おもろいなと思って見てて、多分そもそもその考えるタイプって言ってらっしゃるから、はい、まあ、意識してることが無意識に変わってるっていう、まあ、反復のトレーニングが、あ、まあ、その経験値も含めて、はい、そういうのが年齢重ねることによってその感覚と余裕さっていうのが出てんちゃうかなと思う。また言ったこと言ってるんですけど、悔しいですけど、はい、でもなんか自分がこう例えば好きな選手とか、はい、タッカーとか見てて、あ、このプレーいいなとか思ったのって、自分がやってる時にパッてフラッシュバックしてきて出てくる時があるんですよ。それは確かにあって、なんかそういうのも面白いなと思ってて。ちなみにこの練習めっちゃ徹底したみたいなとかってあるんですか。基礎技術、例えばその最初言った木の間をドリブルするとか、はい、リフティングとかはなんかめちゃめちゃしてて、あとはなんか一人でボールをとりあえず触り続けるとか、本当金井さんが言った通り無意識のうちに多分そういうのって自分の技術として身についてるものだなっていうのは強く感じてて、あとはやっぱなんかサッカーの試合を見るのも、見るのも練習するのと同じぐらい大事だなっていうのは僕ずっとなんか思ってて、はい、今見れるじゃないですか、環境的にも手軽に、はい、ここにそれこそ今治の試合も見に来てほしいですし、はい、なんかこうサッカーたくさん見れても大事だなと思います。彼の思考が多分そうで、今これからねサッカーをする人たちにもよく聞かれるわけですよ。どうやったらサッカー上手くなるのみたいな。そういう時は大体やっぱりそのやっぱ練習以外に多分ない、反復以外ないって、まあ、それだけじゃないと思うんだけど、それに加えてその映像を見て上手い選手同じプレーを真似するとか、俯瞰して見る方法と、その人をフォーカスして見るっていうので、まあ、トレーニングぐらい大事っていうのはそういうことかなと。
や、そういう意味では環境も練習も見れるし、うん、そうですね、試合も見られるし、うん、ね、野口さんどうですかこの里山スタジアムは、ね、ピッチと観客席が近いというのがやっぱ一番ですし、より選手と同じスピード感というか、はい、距離感で見れるじゃないですか、やっぱこれだけ近いと、うん、なかなかどこでもそうやって見れるわけではないので、はい、すごいいい環境だなと思ってます。スピード感は全然多分やっぱ映像を見ると大きなこうピッチの距離が遠いスタジアムで見るのとでは、はい、スピード感圧倒的に多分違うと思うんですね。ここで見ると本当あの選手こんなに速かったんやみたいなのを体感できますからね。野口選手意外に速いやんとか一言避けないよ ね意外とかある、ね、例えば野口選手の目がこっち見てんのにパスこっちに出してるとか目も多分見えると思うんで、はい、そういうこう、あ、これは相手をこうこっちに引き出すために目線はこっちにしといて、うん、こっちにパスつけるんやとかっていうのは近い距離だからこそなんか味わえるスタジアムだと思いますね、うん、ぜひね皆さんも近くに来て、うん、見ていただきたいなと思いますが、続いて気になる、うん、枝豆、枝豆、そう、枝豆、枝豆ポップやからさパッと終わらせようかなと思ってでも好きな食べ物でいろいろあるわけじゃないですかはい、枝豆をチョイスするってほんま酒飲みな。いやだってここで焼肉とか言ったらもう面白くないでしょ。さすが面白さで人とは違う答えを出そうとしてるところ、タコワサとかも好きなんですけどね酒飲みやだからって言うじゃないですか、まあ、そうやな、酒めっちゃ弱いっすそうなんですか、お酒はいや飲めなくはないんですけど、うん、そんななんか酒豪でもないしむしろめっちゃ弱いんですけど、うん、はいはい、その酒、お酒のつまみ系みたいな、うん、一品系のあれはめっちゃ好きなんですよそうだね、なぜか、なるほど、まあ、でその中でも枝豆のチョイスは、いやもう枝豆はちっちゃい頃に初めて食べたのが多分ばあちゃん家で、はい、枝豆をそこで枝豆と出会ったんですよばあちゃん、うん、めっちゃ美味しいってなって、はいはい、そっからもう枝豆あったらもう絶対食べます。もう本当の本当の好きなんですね枝豆。確かになんか笑いで枝豆来たわけで、本当ガチで、はい、どういう枝豆とかあんの、その何でもいい枝豆、あもう枝豆だったら何でもいいですこいつ全然こだわりないです全然こだわりなかったですわ。さあ続いて最近あった面白いエピソード、ああ小西さんの話、はい、この小西さんっていうのは FC 周りのトップチームのトレーナーなんですけど、はい、アスレチックトレーナーで、はい、何が、いやそれこそ、昨シーズンまでは、うん、岸本さんがずっと、はい、リーグ戦の時はベンチに入ってたんですけど、あ、そうですね、今年からその小西さんが入るようになって、うん、でなんか開幕戦の1週前ぐらいから、はい、なんかもうずっとなんか緊張してる、そわそわ緊張してるみたいな、はいはいはい、そうわそわしてて、なるほど、そう小西さんが、うん、初めてそのやっぱベンチとかに入るから、うん、で小西さんすごい責任感強い人だから、はい、人以上にこう多分きっと責任感を感じてて、はいはい、なんかすげえ緊張してるって言ってて、うん、でその試合の日も僕さんメンバー入ってなかったからはい、はい、アップの時にロッカーで待ったら小西さんが誰に向けて言ったのか分かんないですけど、ボソッとマジ緊張するって言って俺の前を通り過ぎて行ったんですよ。これ俺に言ったんかすごい独り言なんかなと思って、はい、小西さん相当緊張してるんやなと思って、はい、次の日ぐらいにゆくゆく聞いたら、うん、その試合の前日の夢で、はい、ドクターの森先生が出てきたらしくていよいよじゃないですか、いよいよよ夢で、なるほど、はい、チームドクターがで夢の中で森先生にお前圧迫もできないのかって言われたらしいですなるほどね、はい、治療というか、まあ、その、そう、ね、圧迫試合で、はいはい、入っていった時にでそれがもうなんかこれだけじゃちょっと伝わりにくいんですけど、いや分かるよ、分かります、分かる分かる、そうめちゃめちゃ面白くて、うん、よっぽどもう、はい、小西さんはそう、なんていうんですか、こうプレッシャーというか、まあ、だからチームの選手はね、はい、ピッチで活躍すること、自分のプレーに集中したり、うん、このピッチ上での戦うために準備して試合に臨んでるけど、うん、まあ、トレーナーがいたり分析班がいたりコーチがいたりってそれぞれの役割の中で、うん、トレーナーさんもその試合に向けての準備と その試合のいろんなことを想定して、選手もね監督もいろんなことを想定してシミュレーションして試合に臨んでるんで、トレーナーも小西さんも多分そういう準備をしてるともうはぁってふわふわなったのかもしれないですね。でもそういう緊張感って結構大事ですけどね、なかなか味わえないから。やっぱりあとはもう一人酒井君っていうトレーナーが若い子がいるんですけど、もう彼も今年からキーパーゴールキーパーのアップをキーパーと一緒に出ていて、はいはい、
なんてサポートするようになったんですけど、はい、彼も多分あんまりプレーというかそのボールを蹴ったことがなくて、はい、で試合当日水めっちゃ巻くじゃないですか、うん、はいはい、だからそれで足滑ってなんかもも裏若干肉離れしたっていう、とりあえずなんかそういうなんか面白いトレーナーの人が多いんで、その選手はもちろんですけど、はい、そういうトレーナーの人もぜひ試合の時に、そう注目、ね、見てほしいなと思うんで、本当そうかも。確かにチーム一丸で戦ってるんだけど、それぞれの準備があって、はい、でまあ、トレーナールームって、うん、いわゆるこうフィジカル的なケアもしてもらうんですけど、うん、心の話と結構し合うんで、なるほど、やっぱ、まあ、トレーナールームって結構ね、あのいろんなことがこう話が飛び交ってる場所、確かになんで面白いですけどね、なかなか聞かせられないこともいっぱいあるんで、そういう人たちのコミュニケーションがあるから多分そういう面白さも知ってるんだと思う、普段の真面目な姿だったりとか、はい、だってなかなか言わないでしょ、トレーナーとかが俺緊張してるとかなかなか言わないとそういう関係性だからこう言えるような仲なんだなと思いますけどね。でももう本当皆さんが密につながっているっていうのがすごく伝わってきたエピソードでした、うんはい、ということでここまではタイムショック Q&A でした。ありがとうございました。ではここで1曲お届けしたいんですが、リクエストお願いします。羊文学のモアザンワーズです。これはちなみに、これはなんかちゃんと覚えてはないんですけど、どっかでこれが流れてて、はい、あいい曲だなと思ってあの聞き出したのが始まりで、なんかあんまり僕普段なんか歌詞とかはあんまこう見たりとか考えたりとかするタイプじゃないんですけど、これなんかリズムとか歌詞もなんかいいなと思って、うん、あんまない自分の中であんまない感じの曲というか、はい、ずっとだからずっと聴いてます。さて後半です。後半は FC まばりといえば船ですね。このスタジアムも、海賊船イメージしてるところもあって、うん、船なんですけれども、そこでこの英語で言うとシップ、シップでまつわるワードを、十数枚あの紙用意しまして、はい、丸々シップというような形で、文字が書かれてますと、その丸々シップにまつわるお話を野口さんにしてもらおうと思うので、はい、まずこの十数枚ある中から引いてもらっていいですか。お、じゃあこれでいいですか。そういきましょうか。いきます。はい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 、はい、チャンピオンシップ、先週もチャンピオンシップでしたっけ。はい、あの味方選手、チャンピオンシップでしたね、はい、これだけは負けないとか、うん、まあ、そういうものですよね、うんうん、これもサッカー問わずでいいんですか。別に、はい、もちろんです。だったら、まあ、さっきちょっとあの Q&A で話したんですけど、うん、寝つきの速さだけは、あ、それそうそうそう、それも気になってました。絶対負けないと思います。いや俺も結構晴れると思うんやけど、まあまあでも聞きます聞きます。いやもうこれ寝つきの速さに関してはもう昔からずっと言われてるんですけど、まあ、今も奥さんになんか言われるんですけど、うん、例えば奥さんが先にもう寝室いて、はい、僕から後から入ってきたら、奥さんはどっちかというとちょっと多分寝つきが悪い方なんですよ、はい、けど僕が後から来てもう布団入ってもうほんのものの数秒で速攻いびきかいて 寝出すからそれがムカつくとかなるほど、ね、あと夜中にトイレで起きてトイレ行ってから戻ってきてもう一回寝るまでのスピードが異常とか高校の時とかは合宿でなんか雑魚寝じゃないですか高校なんで、はいはい、みんな雑魚寝で真ん中に友達がいて僕とそのまた別の友達が、うんうん、その3人で並んでたら、はい、真ん中の友達がその僕に話した後に、うん、もう隣逆の隣にいる友達に話して、うん、もう一回自分に話を振ろうとしたら、うん、もうその間に俺は寝てたとか早っでも確かに寝れねえなみたいな日ないんですよ。一回もない。一回もないです本当に。それすごいな、はい、本当なんかあ今日寝れんわみたいなのが本当なくて、なんかすごい、何もやっぱり感覚派かもしれない何も考えてないかもしれない。もう昼間にエネルギー使い切ってるってことですか。いやでもその昼、例えば昼寝を3時間したとしても関係ないんですよ、はい、だからみんな昼寝ると夜寝れないみたいに言うけど、僕それはあんま分かんなくて、うんうん、夜は夜みたいな感じなんですよ。あ、なるほどね、はい、だから本当なんかそれってさ、例えばなんか今日は早く寝ようと思いますと、であんま眠たくないけどちょっととりあえずベッドに入ろうかでも寝れる。あ、だからそれがないからいいのかも、はい、ね、眠たい寝ようかな布団に入る。あ、そうそう、あ、なるほどね。そうっす、だからそれなんですよ。あ、寝ようみたいなのがないから、うんうん、そう眠くなったから
寝るみたいな感じ。動物や動物や眠いから寝るみたいなねなんかさ、なんか人間とか例えば今日は10時に寝て8時間寝たいと、6時に起きないといけないから、じゃあ10時には今日寝ようなと思って、うん、あんま眠たくないけどとりあえず10時布団入ろうか、寝れる人もいれば寝れない人もいるけど、はいはい、あなんかちょっと疲れてきたな寝ようみたいな感じだろ、まあ、そうですね基本それですね。でもどうだろう、でもや結局寝よう、そのなんか眠くならなくても、うん、多分布団入ったら、あ寝れる、多分それはでもなんか自分でも良かったなと思います。なるほど、結構みんな困ってる人多いじゃないですか。多いと思います。寝れます寝れないです、私羨ましいです。だからその電気とかも関係ないです、別に明るくても全然寝れるっす、あじゃあいいですね。なんか移動とかやっぱ選手ってねたくさんって長いので、移動の時は、移動の時とか新幹線飛行機、なんならもうマジで疲れてる時とか、その例えばこっから行くじゃないですか、うん、そしたらもうこっからもうすぐそこら辺で意識飛んでる時もあるし飛行機とかだったらもう離陸の前で本当にある着陸で起きる。あそうそうそう、その起きはその目覚めはいい、目覚め悪いです。あ悪いとね、あでもそういう時はいいけど朝は弱いっす。あ朝弱いんだ。朝は弱いっす。なるほどね。だいたい1日の睡眠どれぐらいの？でも6、7時間ぐらい。でもなんか前はもっと昼寝とかめっちゃしてたんですけど、最近は昼寝らなくなりました。あんまり寝ても30分ぐらいでもうなんか目が覚めるようになったんで、あもう年取ったなってそこですなるほどね。あこんなんでよかったんですか。いやめっちゃ面白かったです。ほんまわかんけどなんでなんでめっちゃ良かったです。続いてもう一枚、はい、いきましょうか。こういう弾き方で、さっきこの弾いたですもんね、うん、ちょっと真ん中いきます。はい、あリーダーシップ、リーダーシップについて内容で意外とあんまリーダーリーダーしてないけど、うん、みんなを例えば選手会長とかは、うんうん、やるってなったら全然嫌いじゃないっていうか、うんうん、はい、これまでにちなみに例えば、はい、まあ、キャプテンとか生徒会長とか、はい、なんかそういう経験とかは終わりなんですか。やっぱ高校の時サッカー部でキャプテンしてたんですけど、それ以降はなかったんですけど、ちなみに部員どれぐらいの。120ぐらいいましたよ。すごい。それは選ばれ自分で。いやそれは言われました。あ、はい、でも120人どうやってまとめるんですか。いやでも全員をもうまとめるなんてもう無理ですけど、はい、それこそ選手にたこうリーダーっぽくないというか、うん、なんかキャプテンだけどフランクな感じっていうか、こうみんなが寄りつきやすいようなスタンスではやってました、はい、当時は。なるほどね。タイプ的には例えば背中で引っ張るリーダーもいれば、はい、結構自分の意見をどちらかというとちょっと強く伝えるタイプもいれば、はい、今みたいにその寄り添って同じ目線で話するみたいなので言うと、はい、そこあーでもそこっすね。あでもブレずに方向性とかこうやるべきことの道はちゃんと持ちながらっていうところやな、はい、そうっすね。なんかまた高校サッカーなんで、うん、なんかまた違うじゃないですか、はいはいはい、今こういうとこでやるのと、うん、だからなんかまあその時はもうちょっとキャプテン感もあったかもしれないですけど、うん、まあなんか自分が言わなきゃいけないとことかもあったし、うんうん、基本はフランクな感じでした、うん、キャプテンだろうとキャプテンじゃなかろうとスタイルあんまり変わんない。変わんないと思います自分では、はい、なるほどね。それがまた野口選手の魅力かもしれませんね、うん、いやそうだと思います。この前ちょっとなんか小話みたいになるかもしれないですけど、選手でみんなで食事をある人のところで食べたっていう話を聞いた時の、はい、そのある人から、うん、いや野口君はめちゃくちゃええ男や、分かってないですねって言っといたけどまたなんかエピソードがあったんですか。いやでもその一般的にはそのなんていうかな、挨拶もやし、終わった後の選手の解散までの動きとかも含めて、はい、全部なんか仕切ったらしく、なんかすごい印象なんかええやつやって言ってました。わいやまあでもその時は、うん、まあ一応僕とかが温度取って、うん、そのお店とかもいろいろ協力してもらってたんで、うんまあ、立場的にも意識してっていうか、うんまあ、やったのはありますけど、ね、まあ基本的に当たり前のことは当たり前、まあ、まあそうですねみたいな感じね、はい、
だそうです。ピッチ外のところとピッチ上とかって結構変わる。あ、そうですね。もうピッチ外とかはもう多分喋る方だと思いますので、はい、そんななんか多くは喋んないかもしれないです。 あんま指示してどうこうみたいな。あ、まあ多少のやっぱその声かけとかはあるんですけど、うんうんうん、そんななんかこうわーっていうような感じではないですね、うんうん、なるほど。でも昔から昔からっすね。なんかあんまこう気持ちの起伏っていうか一喜一憂するのがあんま自分の中でこう好きじゃなくて、はいはいはい、良くも悪くもかもしれないですけど、うん、常になんか同じテンションでやりたいっていうのがあるんですよ、うん、なるほど。試合、例えば試合だったら、うん、スタメンで出ても途中から出てもメンバーじゃなくても、うん、もうなんかあんまりこうスタメンだから頑張ろうみたいな、うん、持っていき方はあんま自分の中で合ってないというか、うん、そういうのがあるかもしれないです。だからそのピッチ内に関しては。なるほどなるほど、わかりやすい。ありがとうございます。では今シーズンの目標をお願いします。はい、そうですね、もう目標は J3 優勝して J2 昇格するところだと思ってますし、ここ数年で本当にあと一歩のとこまで来てると思いますし、はい、まあ、去年もね、あの本当 手に届くところまでは来てるんで、その本当あと少しのところをチーム全員で埋めて今年は何が何でも昇格したいなと思ってます。ありがとうございます。はい、では最後にサポーターへの一言をお願いします。ですね、もう本当いつも熱い応援をありがとうございます。もう本当選手はサポーターの皆さんがあっての、ものだと思ってるし、今年その昇格という目標を成し遂げる上では確実に FC 今治に関わる全ての人の力が必要になるとは思うんで、一試合一試合僕たちも全力で戦うので一緒に戦ってほしいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ここまでは野口選手にご出演いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。